ドミニク・ヒエロニム・ラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公家リトアニア屈指の大貴族、ラジビウ家の当主、ニャスビシ首都ルイカの第11代オルディナト。ヒエロニム・ヴィンセンティ・ラジビウ公とその妻でトゥルーンと、タクシスコ・カール・アンゼルムの娘であるゾフィー・フリーデリケの間の一人息子として生まれた。生後1ヶ月で父を亡くし、最初は、おじ。 カロル・スタニスワフの、その死後は、アダム・カジミエ・シュチャルトリスキの世話を受けて育った。1790年のおじの死と同時に、当主の座を引き継ぎ、ビルジャイ、ドゥビンギャイ、スルツク、カプイリの領主となった。1807年に、イザベラ・ムニシフブナと結婚したがすぐに離婚し、1809年に、テオフィリア・モラフスカと再婚した。1810年に、ワルシャワ国陸軍の、 第8野力兵連隊に入隊する。1812年ロシア戦役に従軍したが、ナポレオン退却中のハーナウの戦いにおいて負傷し、そのまま死去した。彼の死により、ラジビウ家当主の所有する莫大な所要の深刻な、相続問題が持ち上がった。5歳テオフィリアとの間には、長男アレクサンデル・ドミニク・ラジビウと、長女、ステファニアの一男一女があったが、 長男のアレクサンデルは、テオフィリアとの正式な結婚前に生まれた子供だったため、相続権を認められなかった。この結果、ラジビウ家の原始相続財産である書、オルディナツヤ及び事実上の家督に関しては、文イエスジのアントニヘンリク・ラジビウコートその子孫に受け継がれ、それ以外の所領は、娘のステファニアの相続文とされた。 ステファニアの所領は、彼女の夫となったザインビトゲンシュタインザイン公、ルートビヒに、その後は、夫妻の娘婿である、ホーエンド・エシリングスフィルスト公、クロートビヒに受け継がれた。ありがとうございます。